こんにちは、ピアノ屋 .com の宝田です。本日はですね、ヤマハのピアノ、入荷してすぐのピアノなんですけれども、お問い合わせでちょっとご質問ありましたので、ちょっとそのあたりお答えできればと思います。ヤマハですね。で、品番が U3M の332550になります。中の方とかも結構状態が良くて、汚れ錆があまり出てなくて状態いいピアノかと思います。はい。で、ご質問あったのが、ちょうどね、今作業やってるところだったんですけれども、外装の見た目のところで、汚れとか、金属の錆ですよね、そういったところが、綺麗になりますかっていうようなご連絡だったので、ちょっとちょうど作業やってましたんで、動画撮らせていただいております。一番分かりやすいのは足元ですね。これ遠目で見ても分かると思うんですけれども、はい、こんな形でですね、ペダル今一番右だけ磨きが終わりました。で、左の2つが見ていただいたら分かるように茶色く錆びている元の状態になります。こんな形で、このぐらいまではツヤが出て、綺麗になりますので、その他にもですね、何か所か金属のパーツありまして、ここ鍵のところ、ここも磨きして結構ピカピカになってます。次に文字のところ、ここも磨き終わりました。で、上の鍵が当たるところ、こちらもねちょっと反射して見にくいですけれども、磨きが終わって金色になってます。で、その他にも、屋根のね、この床板っていう、こうパカパカ動くところの継ぎ目のところとかにもあるんですけれども、全て汚れ取りというか磨き作業で綺麗にすることができます。で、サビね、これとっても、元のこのサビがついてるこういう状態大丈夫なのっていうふうに気にされる方いるんですけれども、ピアノの場合これね、真鍮っていう、金属を使ってまして、この表面がこうやって色が変わる感じのね、うっすらこう表面に、サビが乗るっていうことはあるんですけれども、それ以上深く中の金属に影響が出るほど浸食っていうのがしづらい、素材なんですよね。なので、こうやってね、見た目は磨けば綺麗に戻すことができますし、中にはね、そういう影響が出づらい耐久性のある金属を使ってますので、そのあたりもね、ご安心いただければいいかなっていうふうに思います。で、外装の方なんですけれども、ちょっとひとまずですね、今汚れ取りをさせていただいている途中なので、ちゃんと傷直し磨きとかやるともっと綺麗になるんですが、ちょっと途中までやってますので、これ分かりますかね、結構こうラインが、真ん中のラインが見えると思うんですが、右側、こちら側が、汚れ取り、簡単な汚れ取りですけれども、やった状態になりまして、左側がまだ手をつけてない状態になります。こんな形でですね、結構ね、曇りというか汚れがついてるんですね。で、汚れ取り作業をしましたら、やはりこのぐらいまで綺麗になりますので、入荷すぐのね、動画とかでちょっとそのあたりが気になるっていうような場合にも、こんな形でちゃんと全体ですね、上から下まで綺麗にさせていただいてお届けさせていただきますので、その点はご安心いただければいいかなというふうに思います。で、これね、細かい、というか深めの傷を取ったりとか磨き直しをしたりとかっていう、補修にあたるような作業っていうのを今全くしてない状態でこのぐらい綺麗になっているので、さらに綺麗になります。これまだ完成じゃないので、これよりも綺麗になりますんで、もうパッと見た感じはね、かなりツヤツヤになってくると思うので、そのあたりもね、ご安心いただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、ちなみにちょっとね、まだ決定ではないんですけれども、この汚れ取りしたちょっとね、ものがあるんですけれども、それこちらがね、ちょっと一般のご家庭でも使えそうでして、もしかするとうちの方からいずれ一般の方でも使えるようにですね、ご紹介ができるかもしれないので、結構いいものなんですけれども、ちょっとそちらの方もね、情報ありましたら動画の方とかホームページの方で出させていただけると思うので、楽しみにお待ちください。ヤマハの、U3M ですね、の方の、まだ汚れ取りの途中なんですけれども、途中経過で取らせていただきました。このぐらいは綺麗にしていきますので、またご質問とか気になるところとか
あの音の調整がまだ、あの中身の調整がね全く手つけてませんので、またそちらもやっていっていい状態でもう一度動画撮れればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それまでにね、このピアノやっぱり気になるっていう方はね、あのご遠慮なくあのお問い合わせいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さよなら。